上を2つ、下を1つ見ていかないといけないからな。洞窟もあるだろうけど、ここは着地してないかな。あっと、しゃだ。うわ、やらかした。今自信がないプレイをした。あー、痛がってる間にヘリコは消えた。なんてこった。自信のないプレイ一つでこんな大惨事に。もっとヘリコを信じてあげればよかった。あー、遺跡編なんか変な形してるなと思ったけど、懐かしのグリオーク。ふむ、寒いから降りよう。さてと、ここは気になるね。さ、ミニゲームのあるところ、下の方には宝箱を感知。ここはさすがに周り見てると思うけど、もう足跡がなくなってるぐらいだからな。コログはいないのかな。よし、じゃあ降りましょうか。少しずつね。あた、なんか思ったよりか高さに弱い。しまっちゃった。宝箱はこっちか。お、怪しい。これ普通にある。よし、さてと、このちょっと複雑なところ。ほうと思ったけど特に何もない。お、石ロック。ここで3台目を作って上に上がるか。あ、避けた。そういう反応あんのかな。ないよね、よかった。やめとこ、やめとこっていうか、ユンボを出してなかったぞ。そういえばユンボに叩かせるとこっちが爆風食らうからな。ここは焦らず見ていきましょう。こ
ここがミニゲームの場所。ここは見てないな。オッケー。ウルトラハンドの方がさすがに早かったかな。あー、これはうおー、あら、すごい、空中でそういうことできるんだ。降りていく、その落下する力がないからすぐ浮き上がることができるってことか。ふむ。これをピタッ。ほう、またヘリコの扱いが上達したぞ。あれ、ちょっと待って、ククジャダに西の洞窟はもう見たことあるじゃん。やってあるじゃん。じゃあいいか、やってやるに越したことはないから。だあ、怪しげなところはないかな。この風車、前作では何かが吊り下がってる、まあといってもあの柱の真ん中あたりだけどあった気がするけど、今作には何もないのかな。なんだあの緑の、ん？なんか似たようなことを昔言ったような思い出が、ちゃんと草の音がする。あそこだけなぜか原っぱ、ここ来たことがあったのかもな。タバンタ大橋からこうやってある程度は見ていったんだろうな。また同じところにその目が行ってしまう。まあそれはしょうがないか。さあ、ククジャダニをどんどん戻っていきますけど、なかなか大変だな。よっ、あっとっとっと、地道に頑張ってるけどなかなかその目立ったものしか成果がない。それはそれでいいんだけどね。遠目から見て、ああ何かあったっていうのが一番ゲーム的には優しいから。ここは毛利橋。この辺りではカバンダ君との熱い戦いがあったとかなかったとか。よし。怪しげな足場はないか。これは違うだろうな。
うおー流される。こういうなんていうか崖しかないのは逆に一安心だね。今作にはその壁にコログマークがあって、そこにコログが出てくるっていうのが空島にあるけど、基本的にそれを地上で見たことはないから、そこは一安心かな。うん、よし大丈夫かな。ちょよくよくなんていうかその落ちていくな。まあ坂になってるからしょうがないんだけど、ん？待って、コログのマークというかスタンプが置かれてるんだけど、このあーなんか確かに下の方にある。うん、なんか真ん中通りたくなるやつ。ほう、ちっちゃな四角形、中くらい大きな四角形が一本の柱にくっついているような形状。うん、なるほど、ここから見て合わせろっていう感じなのか。うん、これはん？形状としてはねこうなんじゃないかなと思うけど、合ってるのかな。合ってた、よかった。なんか上の形とちょっと合ってる、これ向きが違うのかな。うん、そうだね、形は一緒だけど向きが違うからなんか変な感じがしたんだ。よし、さてと、ここは前作ではこの辺りに祠があったけど、今回はコログさん。うん、待てよ、一応ここ、うん、大丈夫そうかな。操縦桿しか見えない。うん、さあここからだいたい崖と遺跡編っぽいね。でもこの辺りは何かがありそうかな。ここは見てあると思うんだけど、うん、これなんだっけ、なんか面白い感じで遺跡片が刺さってる。トーレルーフでどんどん上がっていける場所か。優しい作り。こうやってやっぱりククジャダニを眺めていくと面白いね。あー、あの小屋の人もまた魔物がいて出られないんだ。よっ、うん、
この小屋の二人はスタンプ消しちゃってもいいか。うん、クリアはしてるんだからね。よし、上から見て怪しげな場所はないかな。うん、よし、わざわざここに乗せる必要はなかったな。まあこれも練習だと思って、日々これ精進。また月が上がってきた、月が昇ってきたっていうのがいいか。お、なんかちょっとだけ気になるけど、これはでも違うな。うん、よし、さてと次はこの辺りか。結構下の方だな。上の方には怪しげな出っ張りだとか横穴だとかそういうのはなさそう。うん、ところどこに遺跡片があるけど、うん、まあいいでしょう。ここは降りてみよっかな。よし、明かりが見えるけど高さ的には、おっと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 、やらかし、しょうがない、ついていくぞ。えい、よし、キス相手にこういうものを使うのはちょっともったいないなとか言って思いながらも、逆にキースに使っちゃうっていうのも気持ちがいい。さようなら。ここで物を持つってことはできないよね。ないよな。落とすこともできないよね。パラセール中にはなぜか落とせるのが不思議だよね。だって操縦桿だって両手で握ってるんだぜ。パラセールだって両方、両手っていうか両手使ってるのに。でもこれは落とせるんだよね。あの子横でドカ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 ヘイコとか落ちても全然気にしないんだ。うん、せっかくだからこれ使おう。なんかさ、いびきみたいのがふがふがとぐごーっていう、ダブルで言ってないこの子。うん、口と鼻でそれぞれやってるみたいな感じか。なるほど、よし、さ、東の洞窟近くまで戻ってきましたが、サルたちはまあ放っておこう。うん、あとはこの辺りか。よっ、うん、
あれどこ行った？よっ、さてと、おお、この刺さった遺跡片さ、使えそうだけど、でもだいぶ通れルーフが使えるほど近いわけでもないな。お、忘れ去られた神殿に帰ってきた。ククジャダニの旅もこれで3分の2が終わったということかな。かなり大変ですけど、うん、よし、じゃあこれで一旦地上に降りて、うん、いわゆる見落としチェック、こういう石像とかにコログ的なものはないよね。お、うん、よし、確かここはその入り口がなかなか見つけられなくて苦労した思い出が蘇りますが、ヘリコは、おお、そうだね、確かインパ様のロバがここにいるんだ、ずっと。確か前はってことは上にちゃんと気球もあるのかな。うん、見に行くわけではないけれど、コログチェック、うん、 あ、 あったわ、普通にちゃんと気球で来てるんだね。うん、トーレルーフ的なコログもないようだし大丈夫だね。5号だけってさ、ぶっちゃけかなり大きいよね。食べがいがありそう。よし、ようやく空の旅もこれで終わりかな。この操縦桿は再利用しましょう。車、これが動きが早いんだよね。うん、台車と小さなタイヤ、そんなにデコボコしてないと思うからこっちでいっか。台車、小さなタイヤ、うん、後ろにもつけてスピードアップ測るか。ちょっと待って待って、消えるとかある？いや、ちょっと待ってちょっと待ってください。あー、出したい、これ都合よく出したい。皆の者、出会え出会え、消えちゃうとかあるんだ。うん、結構ショック。確かにちょっと狭いところに作ろうとしちゃったけどさ、こうやって地上をスレスレに作りたいっていう気持ちがあるじゃん。うん、なんか前似たような失敗をしたような思い出が今蘇ってきた。タイヤ、あれ、ガイド的にちょっとこれを
まっすぐつけられないやつ。あれ？なんかもうここの時点でやばい。こうやってつけられないかな。これなら、そこじゃない、そこじゃない。あ、どう？まあ、ギリいけるか。ちょっと、なんか中心じゃないんだけど、どうでしょう。バランス悪っ。でも意外とまっすぐ進む。そんなになんか困らない。おお、いいじゃない。スピードは十分。さ、左右を見ながら何かないかチェックしていきましょう。これもっと速くならないかな。地上を走るものでもっともっとスピード上げられるっていうのはないかな。扇風機もつけっぱなしにしておくべきだったか。扇風機はね、バックするときにちょっと不便だから外しておいたんだけど。あ、ここちゃんと見てなかった。でもまあ上から見て怪しげな雰囲気はなかったな。よし。うりゃー、必要のない攻撃。俺やっつけちゃった、ごめん。お、何かあるぞ。タイヤだ。ああ、これ軽いってことかな。より安定するこっちにちょっと乗り換える。待てよ、これをさ、こうつければど安定する。あ、でもちょっとつけられるガイドが怪しいかな。ここかな。合ってる、これぽいぽいぽい。なんかいっぱいある。思ったよりかタイヤいっぱいある。タイヤそんなにいっぱいつけてもしょうがないっちゃしょうがないけど、これをこう。6輪すごいじゃん。頑張れば7つつけられるけど、スピードの限界値ってあるだろうからな。これはここかな、向こう側のガイド。大丈夫かな。怪しいな。これはここかな。よし、これをこうかな。
台車くんはもう、いらないと思うので。お。ああ、確かにちょっと速くなってるけど、車輪の数と比べたらそこまで速いわけじゃないな。4つぐらいが、そのスピードの限界値なのかな。うん。ここは何もなさそうだね。曲がるのがなんか困難になった気がする。うん。台車くんは結構普通に曲がれるというか、ハンドリング良かったんだけど、なんかちょっと遅い気がするな。うん。ここはさっき見たコログだから OK。 下を見たよね。うん。スピードを取るか操作性を取るか悩ましいとこだな。スピードといってもなんか劇的に速くなるわけではなさそうだし。ふむ。でもこれだけたくさんつけてもバッテリーはそれほど食ってないね。うん。やはりタイヤは4つぐらいがちょうどいいのかな。うん。でーい。これだったら運び放題って感じがするけど、これはどうしようかな。うん。こっち。ボール運びの時に周りは見てると思うんだけど、どうだったかな。かなり昔のことだから忘れちゃったな。ボール運び受付。もともと作ってあるやつで挑戦っていうのはできるのかな。でもこれちょっとハンドリング悪いから、これで挑戦するのはやめておこう。うん。でーい、どけどけーい。よし。でも重量が重く、まあその重量がある状態のものをたくさんのタイヤで動かせばスピードダウンが抑えられるんじゃないかなって気はする。そういう意味ではたくさんタイヤをつけて、その多くのものを運んでいくっていうのはありかもね。うん。なあ、登れない。うん。ここはさっき見たよね。おっと、タイヤ。ん？そうだった。このパーツはタイヤと起き上がりこぼし。ほう。なるほど。起き上がりこぼしの力で操縦桿を固定してタイヤでっていうことか。これぴったり真ん中につけるの難しいな。うん、ヘリコ以来の操縦桿くっつけ。ん？ずれてる。ははは。わ、ちょっと、勝手に動き出した。何か。よし。弱い。これさて2連休の方が楽じゃん。あ、ナイス。
序盤の武器は全然弓の方が強いっていうのを今思い出した。これ真ん中につけるのが難しいやつ。起き上がりこぼしを一旦外しておく必要があるだろうけど、ウルトラハンドでくっついてるわけではないな。うん、この逆か、タイヤにつける方がいいのか。いやいやいや、むずむずどうなのこれ。あー、ずれてる気がするな。でもまあ9大点くらいか。おお、起き上がりこぼしの方がかなりパワーあるので、うん、かなりバランスいいね。うん、なかなか取り回しも悪くない。うん、いいんじゃない？なるほど、小さなタイヤにこれが応用できればな。ウルトラハンドでくっついてないから起き上がりこぼしや大きなタイヤを外すことができないけど、うん、これはいつか参考にして違うものを作ってみたいかな。うん、強制的にバランスを取る、それだけのパワーがある。面白い。お、これはちょっと狭いな。ここは向こう側から抜けてこられる場所か。うん、と一応ここは見ておくか。うん、オッケー。おっとっと、大きなタイヤはやっぱりスピードがちょっと遅いから動かしやすいし段差にも強いけど、やっぱり長い距離を移動するときは速い方がいいよね。お、ん？わあ、石ロックを引いた。普通に勝てるんだ。うん、おお、あ、タイヤに当たったのか。そっか、小さな相手は下くぐっちゃうんだ。あれ、肝心の、あ、挟まってる。結構いつまでもズルズルと引っ張っちゃうからちゃんと取り外さないと。うん、わざわざ大きな岩を持っていく必要もないからスルー。ん？ん？わあ、ちょっと待って、今全然気づかなかった。あまりにも気づかなすぎてちょっとスルーしてた。スルーしてたっていうか正気もはいなかったけど、これはちょっとでも、うん、気づかなかったな。おお、あ、結構硬いやつだ。ギブドの骨。よ、これは届かないやつ。一応当たった。
気づいてくれなかったら楽なんだけど。ダメか。しょうがないな。お、ナイスガード。これも槍じゃなきゃ無理か。なんだかんだでゾーラ族のガチロック削岩棒、他に槍がないからしょうがないなあ。白ゾーラの槍を持ってるとついその濡れておかないともったいないっていう気がする。カモーン。あれちょっと待って、俺の期待と違った。素早く撃てる、うん、2連休で、あ、効果切れた。もう一回ワンワン。なんかユンボーにばっかり言ってる。うん、貫通はしないか。おお、吹っ飛ばされたけどノーダメージ。一応濡れてるね。よし、威力は上がってる。ああ全然違う。よし、ひたすら探索だったから、探索というか歩いて調査だったから、バトルがちょっと嬉しいな。よし、さあこれは何につけよっかな。ゲルドの両手剣、うん、強い。よし、おっと、さあ一騒動あったところで、ここはあったあった。もういかにもありそうな雰囲気であるのは嬉しいよね。トーレルーフコログ、噂をすればこれで2体目ってことかな。いや、さっきのは厳密にはトーレルーフコログじゃなかったけど。よし、コログ自体はやっぱりククジャダにたくさんいますね。うん、それなりに、そう、なんていうか距離的に離れてるけど。よし、おっと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 、うん、わ、透けて見える、透けて見えるっていうか、あのカメラがちゃんと、あれ、そうでもなかった、ごめん、カメラがすり抜けるのかなと思ったけど、すり抜けたね。なかなか面白い。行くぞー。おー、ちょっと楽しい。なあ、引っかかった、前方不注意。とはいえよそ見運転しないと周りが見えないから仕方がないんだけど。わあ、あ、違う違う、うん、ちょっと怪しいなと思ったけど、空振りか。お、祠が見えてきたということはゴールが見えてきた。うわーい。ドーン。いやー、ククジャダにようやく見ることができましたね。うん、ヘリコ使って高低差をね、苦もなく行けるとは言ったけど、それでもめちゃくちゃ距離が長いから大変だったね。
風車には全くコログがいないようだったから、そこはちょっと残念だったけど、うん、まあでも全体的にはコログはいっぱいいましたよね。かなりそのマップを寄るとどれぐらいいたかちょっと覚えてないっていうか、なかなか映らないんだけど、うん。でも今まで探索できてなかったククジャダニが探索できて何よりかな。あとはルツ平原はやっぱり見てると思うんだけど、この辺りもね、うん、この辺りも確か見てたはず。龍骨沼もこうやって見てたよね。あとは実際その調べてないのは、この辺りから北の方、こことかね、この辺りはまだ調べてないで、ヘブラ地方のヘブラ山脈の西側は見たんだよね。いわゆる人を巡りでこうなんというか調べて、で見落としがあったところは自分でマークしてあるから、これは後で見に行きましょう。でヘブラ地方の中央、そして北方、さらに北の側は見てない。うん、この辺りは確かリト編で見てはいるけど、シャリ畑に行ってすぐさま天へと連なる島々に行ったから、実際はあまり調べてないよね。洞窟は見たけど、ヘブラ山南岳とかこの辺り、うん、ここはどうだったかな。でも見てないと思う。ブリザーダニは見たね。うん、でヘブラ山山頂、シャリ畑からここに来て、あ、コログがいるって言いながらも、そのままこの辺りから天へと連なる島々へと行ったはず。なのでヘブラ山そのものと東岳は見てない。コクッピ雪原も見てない。うん、だいたいそんな感じかな。タバンタ地方はこれで見終わったと言っていいのかな。うん、よし、じゃあヘブラ地方どこから行こうか。うん、平原というか雪原か、タバンタ雪原、ここに地上絵があるから、まあでもこの辺りから行くかな。でもやっぱり高いところから見ていくのがベストか。うわ悩む。スレミーの小屋があるからな、ここから、ここを起点に見ていくのがいいのかな。広くて迷う。眺望台を使うっていうのもいいよね。あー、この辺りヘブラ川、あの冷たい川、そっか。うん、まあその辺はそのなんとなく気分とかで調べるとして、どうせ全部調べるんだから。よし、というわけでククジャダニ、かなりね大変な探索だしでしたし、やっぱり崖にはそんなに物というか、基本的に魔物も動物もそして植物とかね、取れるものがあんまりなかったので、割と何もないなっていう印象ではありましたけど、まあそれでも探索して納得できたかなと思います。よし、じゃあ今回はここまでにしておいて、次回ヘブラ地方頑張っていきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。